皆さんこんにちは、プラハでピボです。本日久しぶりにポーランド食器の街ボレスラヴェーツ in ポーランドにやってきました。この通りに沿ってですね、ポーランド食器の店が並ぶので、今日はお店の外観なんか紹介してみましょうか。もちろんお店の看板、花が綺麗に窓辺に飾られています。大きな看板があります。そしてお客さんを呼び込むための旗がありますけど、旗のデザイン、ポーランド食器のベーシックなデザインになっています。そしてポーランド食器を使って作られたこの看板ですね、立派です。通り名の看板もこのようにポーランド食器で作られていて、そして大きなポットが入り口の上、工場入り口の上です。工場の建物に帯状についている装飾もポーランド食器の典型的なデザインですね。クジャクの羽の、デザインになってますし、屋根の上、このようにポーランド食器のポットがついています。こちらは交差点にあたるロータリーですね。ロータリーにもポーランド食器のポット、大きいポットがあります。またもう一つのお店のところは、入り口のこの柵がポーランド食器のベーシックなデザイン、ね、看板はもちろんのこと、このようにデザインの施された柵が並び、お店の屋根の上には車のデザインがもうポーランド食器のデザインです。敷地にある木を模したこのモニュメントも木の実になってるかのようにポーランド食器が飾り付けされています。お店の入り口に続くこの側道にももう割れてしまってますけど、ポーランド食器が並んでますね。このまま入り口の方に行くと、もう全体ポーランド食器が並びます。こちらがお店入り口前に並ぶ食器の数々。このようにお店の垣根のところにはポーランド食器のマグカップがありますね。で、こちらは有名すぎますね。この工場敷地に入ったらこの青い、これもベーシックなデザインの大きな陶器があるわけですよね。そして向こうのスクラップフィルモビースティールっていうのがお店になるわけです。で、こちらはですね、このポーランド食器のお皿を使ってヤシの木のデザインを作りました。ここは建物の壁に絵付けをしている絵があります。ここは釉薬につけてるっていう絵なんだろうな。これは陶器に使う泥の一種なんだろうね。これもそうでしょう。
テラスには塔でできたハリネズミか、これは。こちらはフクロウでしょうか。ここのガードの植木っぽくなってるところはポーランド食器の模様を描いたものです。こっちもそうですね。そして壁はこの花模様、お店の名前アンディです。ショップの入り口はね、典型的なポーランド食器のデザインのポットとカップの絵です。さあお店の中です。はい、ということで、1年ぶりぐらいでしょうか、久しぶりにポーランドのボレスラビエツに来まして、まあ、お店のね外観をメインでご紹介しました。もうポーランド食器は有名なのでね、写真をスライドショーで上げておきましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。アホイ。